さあ始まりました、一体感 MyFC、 岩本恵美香です。そしてタレントのまっちゃんです。はい、お願いします。始まりました、はい、ということで、はい、早速ゲストを呼びましょう。どうも来てくれてますか。はい、それではお願いします。お願いします。よいしょー。 おーポクポクポクピー出ました。藤枝の一休こと鈴木純です。よろしくお願いします。よいしょ。ありがとうございます。こちらがリクエストしていないのにの、はい、ちょっと、うん、テンション上がってやっちゃいました。すいません。いやいや、とんでもないです、はい、逆にありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい、はい、新加入ということで、はい、藤枝に来ていただいたわけですが、うん、もうそれまでずっとアビスパ福岡だったんですよね。はい、福岡は長かったです。はい、はい、藤枝に来て、うん、藤枝の印象どうですか。藤枝、天気が良くて最高です。確かにね、はい、そうですね。日照時間一体感毎日なんかあの海鮮が好きっていうことで、はい、なんかそういうお店を SNS で募集してましたけど、何か見つかりました？うん、まだあのここ美味しいよって言われたところには行けてないんですけ ど、 なるほど、とりあえず焼津魚センターには行きました。はい、確かに。焼津、はい、魚センターどうなの、地元の方からしたら。そうですね、あのイカスミソフトが美味しいです。本当ですか？イカスミソフト。イカスミソ、いや、あったんですけど、はい、ちょっと食べる勇気なくて。何食べたの？もうシンプルにマグロ丼を。あ、いいですね。はい、はい、またじゃあね、教えてあげますよ、ね、はい、お願いします。はい、そう、ところでね、じゃあ、うん、藤枝の一休さんと言われてました、はい、鈴木選手ですけど、はい、ニックネーム決めね。はい、ニックネームはじゃあいかがいたしましょう。もう、うん、一休で。そのまま、はい、一休で、はい、そらそうやね、はい、ちなみになんで一休なのって言われる。いや、なんかですね、うん、福岡の時に、うん、あの突然頭を丸めたんですよ。でその頭を丸めた試合で点決めた時に、なんか実況の方がちょっと仲良い人だったんで、なんか多分半分ふざけてたと思うんですけど、これが博多の一球だみたいなの言ってくれて、はい、それからなんかちょっと、あ、美味しいなと思って自分でも気に入って言ってます。はい、そこからみんな知れ渡るようになった。はい、そうです。うわ、素晴らしい、はい、じゃあ藤枝でも広めていきましょう。はい、お願いします。お願いします。はい、では一休さん、はい、今日は私に何を教えてくれますか。わあ、やっぱりまずはお経の読み方から。はい、得意技お経。はい、そうですね。そこからですか。はい、そう、まずそれやって、うん、お経を読ん で、 読んで、はい、まずまあ、玄関掃除して、掃除して あとは、うん、今朝起きて、まあ、今朝起きて、うん、ちょっと頭、うん、触って髪の毛伸びたなって時は、うん、頭剃っ て、それからサッカーに。いや、なんで私出家するんですか。いや、得意なプレーって言われた。それ得意なの。そうですか。やっぱサッカーの方がいいですか。サッカーでお願いしたい。サッカーだったら岩ちゃんがだって一休さんのやつを見たい。あ、逆に見たいっす、ね、逆に見たいそうです。皆さん頭の形はいいと思います。本当ですか。じゃあ証明してもらって、証明してもらって、はい、やってもらいましょう。そうですね、はい、まあ、それは待ってください。はい、そうですね、それ年末にしてくれ。はい、うん、それ楽しみに。彼女も事情がある。そうですね。サッカー教えてください。サッカー、はい、はい、あの僕左利きなんですよ。で、あの左足のキックに自信を持って、うん、プロ、まあ、ここまで10年以上やってきたので、はい、あのそれを教えることができたらなと思います。左足っていうのは貴重な、はい、ね、特技で、あの人材ですから、それを教えてもらえるっていうのはなかなか右利きなんで、はい、今日は手こずるかな。そうですね、いつも手こずってますけど、より手こずりそう。これ動き手こずる、怪しいですけど手こずるダンス。これが噂の手こずるダンスです、はい、なるほど。今日は楽しみや、はい、じゃあぜひ教えてもらいましょう。はい、お願いします、はい、お願いします、はい、一体感。さあ、それではですね、早速やってみたいんですけれども、今日は左足のトラップしてまずパスまでを一休さんに見せてもらいましょう。左でトラップしてそのまま左で蹴っちゃう。左で蹴る、うん、まっちゃんは別にお手本じゃなくていいんだけどな。、はい、一休さんの見とったらいいんだけど、まあこんな感じだね。あ、こんな感じ。はい、ちなみにこのポイントなんかありますか。ポイントは、うん、
なんかトラップはする足ばっかり切り取られると思うんですけど、こう右足が大事で、こう伸ばしたまんまだとこう難しいから、うん、イメージちょっと膝を持たせて、なるほど、こうな少しお尻を落とす感じ、イメージ。こうやるとこんなになっちゃうんで、さっきみたいな。さっきのダンス。はい、私のダンス。そうそう、はい、それ出ちゃうんで、はい、ちょっとなんかこう膝少し、あとまた怪しい、こうなってるから。もうこの短時間で一休さん見抜いてます。で、まあ、あなたのウィークポイント、はい。なんかこう足止めるのはここなんですけど、こう全身でこう受けるみたいなイメージ、感覚的な話になっちゃいますけど、いやいやいや、はい、ちょっと吸収するっていう、全身で吸収する感じ、左で切りますよ、蹴ってください、いきます、はい、よいしょ、もういい、もういいんだ、もういきます、はい、左で、あ、いい、はい、あ、いいです、いいですか、あ、いいです、はい、あ、いいです、はい、どこがいいですか、いや、しっかりボール止まってるんで、なるほど、はい、はい、トラップはじゃあいいということだ、はい、ああ、いや、トラップいいです、次キック見てください、 いいです、キックもいいです、キック、はい、優しい、優しい、はい、キックも、はい、なんか優しい、こう全身でみたいな、うん、こうやって左で蹴るってなったら左をいっぱい頑張ろうってなって、うん、だとやっぱ力ここも使いすぎるし、なるほど、こう全身でこう前にこういった感じ、いいこと聞いたね、足だけじゃなくて全身で、はい、全身で、あ、いいです、でも気持ちはいいです、でも手がちょっとまたこうなってたんで意識してる、いつも手は、手意識したことないんですよ、あ、はい、軸足と、はい、ただその意識してないのが私の意識してないがこれです、